次に15番松岡常雄議員。松岡議員。公明党の松岡でございます。議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして、一問一答方式で大きく3項目について質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。それでは災害時の対応の取り組みについて2点質問をさせていただきます。まず1点目は篠田山霊園内の墓石についてでございます。先月の9月11日でちょうど東日本大震災から7年6ヶ月が経過をいたしました。東日本大震災以降、熊本地震、鳥取県中部地震、大阪北部地震、そして本年9月6日に発生した北海道胆振東部地震など巨大地震が相次いで発生しております。地震以外でも記録的な豪雨が打ち続き、今回も西日本をはじめ各地に甚大な被害をもたらせています。まさに日本は災害列島の様相を呈していると言っても過言ではないと思います。今回の一般質問も防災や減災についての地域のご意見や小さな声を聞かせていただき、テーマとさせていただきました。報道でも伝えられましたが、先月の北海道胆振東部地震で震度5強に見舞われました北海道札幌市の清田区の里塚霊園では、墓石が倒壊するなどの被害が地震発生から5日後の11日まで約2000件確認されたそうでありました。約半分の区画が未調査で、被害規模はさらに拡大すると、また住民からは余震の可能性もあり、いつ直すべきか悩むとの声も上がっていたそうでございます。また平成28年4月に発生しました熊本地震では、別府市の市営墓地で墓の倒壊や一部損傷などの被害が出ました。所有者から隣の墓石が倒れてきている、どうすればよいかなどの問い合わせが約300件ある一方、墓石が地震で倒れているが確認してほしい、そういった電話も多かったとの報道もございました。熊本市の事例でございますけれども、熊本市営墓地を管理する熊本市は、将来の災害に備え、災害時に所有者の同意を得なくても墓を移動できるように墓地条例の改正を検討しているそうでございます。今後所有者の同意がなくても、災害で墓地内の通路に倒れた墓石などを移動できる条項を墓地条例に盛り込むことを視野に、発災後の早期復旧を図ると考えているとの報道もございました。熊本市が地震後、市営墓地7カ所の計約1万8000基を調査したところ、約6割の1万300基で被害を受けていた。また現状では所有者の事前承認を得る必要があって、条例改正を検討されている、そういったこともありました。中には所有者に海外在住者もいて、市は墓石の現状を査定して海外の所有者にホームページで伝えていると、そういったことも報道されておりました。松阪市でも篠山霊園の中に市の管理する自由墓地のほか、29の教団墓地と自治会の共同墓地がございます。そこでお聞きしたいんですけれども、災害時における篠田山霊園の墓石への対応について、現状どのように対応されるのか お尋ねします。よろしくお願いいたします。吉田環境生活部長。はい、それでは災害時の篠田山霊園における墓石への対応ということでご回答を申し上げます。まず自然災害が多い日本におきましては、本年発生いたしました30年7月豪雨や北海道胆振東部地震におきましても、墓地における墓石の倒壊が報道されたところでございます。市が管理している篠田山霊園自由墓地において、地震でお墓が倒れてしまったり、豪雨でお墓が流れてしまった場合、篠田山霊園を所有しているのは墓地の管理者である松阪市でございますが、墓地を所有しているのは墓地区画の使用者でありますことから、墓石に何か被害が出たときには、その所有者が修繕していただくことになります。市といたしましては、
墓石は見た目以上に重量のある石が使われていることから、むやみに触って怪我をしてしまったりするなどの二次被害を防止するために、墓地の被害状況を確認し、危険箇所に立ち入り禁止の措置を講ずるとともに、被害を受けた墓石の墓地の使用者に連絡をし、対応をお願いすることになりますが、多数の墓石が被害を受けた場合におきましては、市ホームページ等におきまして、ご自身が管理して見える墓地の確認を呼びかけるなどの対応をしていくことになると考えております。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。まあ、所有者が、まあ、修繕をすると、で、使用者の方に、市として連絡をしていくということでございました。松阪市のですね、住墓地以外にもその教団墓地、また自治会墓地がありますけれども、こちらも災害時の対応についてどう対応されるのかお尋ねします。よろしくお願いします。吉田環境生活部長。はい、現在、まあ、篠田山には教団墓地、あるいは自治会が管理されて見える墓地などがございますが、これら墓石につきましては各墓地をやはり管理して見える宗教法人あるいは自治会において被害を受けた墓石の所有者に連絡していただき対応していただくことになるかと思います。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。教団の墓地、自治会墓地に関しても、まあ、その所有者が、修繕をしていくということでございました。ちょっと観点離れるかもしれないんですけれども、市のその住墓地契約後ですね、その企業の命令、転勤とかですね、いった部分で遠方に行った場合、またそして高齢になられてですね、市外の老人ホームに入居した場合なんか、こういった時のその災害時にどのような対応を取るのか お尋ねしたいと思います。よろしくお願いします。環境生活部長。はい、企業等の命令で、まあ、遠方に、転勤になられた場合、あるいは市外の老人ホームに、入居された場合の対応というふうなことでございます。墓地を借りられたときは市内に在住していたが市外に、まあ、転勤になった場合や、あるいは市外の老人ホームに入居された場合について、そういう相談があった場合におきましては、可能な範囲において市内に在住して見える親族等がいらっしゃる場合においては、その方に使用権を継承していただくように、また市内に在住して見える親族等がいらっしゃらない場合には、市内在住の墓地管理者の代理人を設定していただき、引き続いて適正に管理していただくようお願いしております。従いまして、災害時に倒壊した墓石の復旧につけましては、これらの方に対応をお願いしていくことになります。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。災害時に倒壊した墓石の復旧ということで、やっぱり個人といいますかね、その代理のものというか、そういった形のものにが動かさないといけないということを確認しました。ですね、先ほどの冒頭にもあったんですけども、熊本、また札幌の県で、やっぱりその災害時に、所有者の、その同意を得なくても、その墓石を移動できるような、その条例の改正を検討すべきと考えますけども、ご見解をお尋ねしたいと思います。よろしくお願いいたします。吉田環境生活部長。はい、災害時に、所有者の同意を得なくても墓石が動かせるような条例を作ってはどうかというふうなことでございますが、先ほども、議員がおっしゃられましたが、熊本市の市営墓地におきまして、1万8000基を、まあ、調査したところ、約6割に当たる1万3000基が被害を受けており、隣の墓石が倒れてきている、どうすればよいか。あるいは墓石が地震で倒れているか確認してほしいといった問い合わせが多数寄せられたが、墓石は個人財産にあたり、
倒れた墓石が周囲に大きな危険を及ばさなければ市も無断で移動できないことや、所有者不明の可能性がある墓があったり、所有者の中に被災して連絡のつかない人があったりしていることから、今後所有者の同意がなくても災害で墓地の通路に倒れた墓石などを移動できる条項を墓地条例に盛り込むことを、熊本市の場合は視野に入れて、対応していくというふうな報道がなされております。篠田山でございますが、篠田山の自由墓地につきましては、つきましても同様に、墓石の所有者が被災されるなどにより連絡がつかなくなる場合や、あるいは連絡がついても市外に在住されているなどの理由によりすぐに対応していただけない場合、また所有者がいない、いわゆる、無縁墓地であることも想定されます。大規模災害時に被災した墓石への対応につきましては、墓地条例第10条に規定しております必要な措置の命令及び使用権の代行により対応していくことを想定しておりますが、今後他市の状況も踏まえまして一応調査研究の方はしていきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。今墓地条例、松阪市の墓地条例ですね、10条のところ、今部長が言われましたようにですね、第10条、必要な措置の命令及び使用権の代行というところで、市長におかれ、おいて篠田山霊園の管理上必要があると認めるときは墓地その他の使用権者に必要な措置をすることができると、そういうふうにあります。その通りなんですけれども、熊本の例、またこの北海道の例と言いまして、言われまして、やはりですね、市長の采配でどういった形に、こういったこの10条を使って、措置をすることができるんですけれども、なんとかやっぱりですね、市民の方の安心のためにもですね、この条例、のその改正の検討をですね、やっていただきたいなと、そういった思いでいます。高齢化が進む中でですね、災害時のいろいろなこれから想定が出てくると思いますので、的確なご対応していただきたいと、そう確信しますので、どうぞよろしくお願いをいたします。これで1番目の質問は終了させていただきたいと思います。続いて1項目目の2点目の災害時に活動する公用車のトラブルについて質問をさせていただきます。この質問も災害時の対応についての提案型の質問ということでよろしくお願いいたします。他県では地域の整備工場が加入された自動車整備振興会の地方支部と災害協定を結ぶ自治体が増えており、100近い自治体が内容の差はありますが協定に至っています。この協定は災害時に活動する公用車のトラブルについて応急整備を迅速に行うためのものでございます。協定がなければ災害時整備の予約が入っている民間車両よりも災害対策活動に従事する公用車の応急整備の方を優先する根拠となることとなります。岡山県倉敷市の協定内容をご紹介させていただきます。災害時に救急車、消防車といった緊急車両や市の公用車、それに救援活動を行う他府県の救援隊の車両がエンジントラブル、またパンクなどに見舞われた際、振興会の呼びかけに賛同する市内の243の整備工場から整備士が現地に赴き整備を行うものでございます。また市の要請に合わせてジャッキや発電機といったこういった機材も貸し出すというもの、そういった内容となっています。そこでお聞きしたいのですけれども、過去の松阪市における災害時や風水害時の公用車のトラブルについてどのようなものがあったのか、お聞かせください。よろしくお願いいたします。三宅総務部長。風水害等の災害時における公用車のトラブルの発生状況でございます。平成29年10月の台風21号におきまして、消防団が土のうを届けるために冠水した道路を通過した際、エンジン内に水が入ってしまいエンジンが故障するというトラブルがございました。本年につきましてはこのような報告は今受けていないというような状況でございます。松岡議員。
はい、ありがとうございます。公用車 その整備方法とかですね、整備士についてもどのようにされているのかお聞かせください。よろしくお願いします。三宅総務部長。はい、市の財産として管理しております車両ですけれども、企業会計、それから広域消防組合などの一部事務組合分を除いて、平成29年度末で、223台、車両がございます。その中で、公用車の整備につきましては、簡易なタイヤ交換であるとか、点検などは、職員でできる整備というのは、実施しておるわけでございますけれども、専門性を必要とします整備につきましては、整備工場とかディーラーへ依頼をしているところでございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。はい、災害時におけるですね、地元の整備工場等が、加入しているですね、自動車整備振興協会等とのその災害協定ということで、現在は松岡市としては結んでおりませんけれども、結ぶべきだと考えますけれども、ご見解をお聞かせください。よろしくお願いいたします。船木防災担当参事。はい、松岡議員さんの方からの、先ほどの倉敷市の事例もご提示をいただきました。先ほどの車関係の協会との協定というところでございます。確かにおっしゃられますように、緊急車両とか、災害の対応の車両について、そのような協定をされておるということは、優先的に、修理とかそういうようなトラブルに対応、していただけるという面では、非常に、有益であるとも考えております。しかしながら、その災害対応活動以外にも当然、被災者の方でありますとか、それとかの、輸送関係ですね、物資の輸送であるとか、他方面にもやはり、そういうふうな必要性も出てくるのかなというところもございますので、確かに、有料な事例をご提示いただきましたので、もう少しこのあたりにつきましては、そういう100近い、自治体がということもございましたので、もう少し、ちょっと研究をさせていただいて、特に、先ほど工事中言われました、ジャッキとか発電機とかいう部分については、なかなかの市の職員がそのジャッキとかそういうのを使うということはないんですが、当然、そういう救助とかそういうのは、自衛隊さんとか、消防さんの方でもございますので、一度、市として、そういう何を、目的に、協定を結ぶかというところも含めて、少しちょっと研究をさせていただきたいと考えております。松岡議員。はい、ありがとうございました。多方面にわたっていろいろ災害時はやらないといけない仕事がいっぱいありますので、総合的にいろいろ考えていただいて、公用車の修理、整備、その優先ですね、いろいろありますけれども、災害対策の迅速化につながってまいりますので、ぜひ、研究していただいて、市民のメリットになるように取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すみません、以上でこの1項目目の災害に、1項目2点目の災害時に活動する公用車のトラブルについての質問を終わらせていただきます。続いて2項目目の体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について質問させていただきます。この質問もですね、情報の伝達が限定的になっている可能性があるのではないかということで、市民の皆さんからいただいたものを今回ちょっと質問としてさせていただきました。全国 の、 その体育館の床清掃で本来避けるべき水拭きやワックスがけによる清掃が一般的に行われておりまして、事故の原因になっているとの報告を消費者安全調査委員会、消費者事故調が昨年指摘をしています。昨年度、文部科学省が消費者庁の指摘を受けて全国の教育委員会に改善を求める通知を出しました。事故調がこれまでに把握した重大な事件は7件、バレーボールやフットサルを使用していた利用者が床に滑り込んだ際、剥がれた床板が体に刺さって大怪我をした例や、長さ30センチから40センチの木片が肺や胃を貫通する例もあり、完成から2年の新しい施設でも起きていたとの報道もございました。
事故があった体育館を調べたところ、水拭きやワックスがけを行っている、雨漏りがある、湿気がこもりやすいといった、水の影響が確認をされました。木は水分を吸収すると膨張し、乾くと収縮すると。この繰り返しによって、床板が反ったり割れたりし、剥がれやすくなったと考えられております。長期使用による老朽化が原因とみられるケースもありますが、木製板の体育館の水拭きやワックス掛けは日本体育施設協会がガイドラインで禁止をされています。一方、事故調査委員会が全国の学校と学校外の公共体育館の計2800施設を対象にアンケートをしたところ、学校では半数近い 46%、 公共体育館の 42% がワックス掛けをしていたと。床板などの定期点検を行っていない学校も 20%、 公共体育館は 49% あったということでございました。そこでお聞きしたいんですけれども、確認の委員も含めましてですね、松阪市が管理する体育館は何施設あるのか、また体育館の床の材質、管理方法、保守点検どうな、されているのかお聞かせください。よろしくお願いいたします。松瀬教育委員会事務局長。松岡恒夫議員からのご質問で、体育館の床の件についてのご質問でございました。市が管理する体育館の施設でございますけれども、全部で53施設ございます。そのうち教育委員会が所管するものが52施設、そして産業文化部が所管するものが1施設ございます。そのうちのほとんどが小中学校の体育館になろうかと思います。そしてまた、床の材質でございますけれども、これは、床張りとシート張りに分類されるものと思います。内訳は小中学校の体育館につきましては、市内小中学校47校中、板張りの、床が小学校28校、中学校7校、計35校でございます。そしてシート張りの床につきましては、小学校8校、中学校4校の計12校でございます。その他の体育施設つきましては5施設ございますけれども、すべて板張りの床でございます。またもう一つ、もう1施設につきましては、ワークセンター松阪内の体育施設で、こちらも床張りでございます。それから管理の方法につきましてでございますが、清掃等の外部委託をしている施設が、指定管理施設を含めまして4施設でございます。それ以外の49施設につきましては、清掃等の外部委託は行っておりません。また補修点検につきましては、全施設とも外部委託をせず、職員等の日常点検で危険箇所の有無を確認しておるのが現状でございます。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。これまでにですね、その床の欠陥による怪我とか事故はなかったのかどうか、委託業者や利用者から床の欠陥についての指摘はなかったのかどうかお聞かせください。よろしくお願いします。松瀬教育委員会事務局長。はい、ご質問の件でございます。体育館の床の欠陥等により、児童、生徒、または施設利用者に怪我や事故がなかったかとのご質問でございますが、過去3年間においてでございますけれども、確認したところ、怪我や事故はなかったという現状でございます。また欠陥等についての指摘につきましては、教育委員会で把握をしておりますものといたしましては、過去3年間に学校から体育館の床の欠陥についての3件の報告がございました。内容といたしましては、バレエの支柱のような重いものを落としたことと思われる傷や、あるいはラインテープを強く剥がしたことでできたと思われるような表面木材の剥がれでございます。なお、不具合の発見後、近づかないようにすることや、あるいはラインテープで表面を補修する等の応急処置を行いまして、その後の修繕対応を行っておるということでございます。以上でございます。松岡議員。はい、詳しくありがとうございました。それでは体育館のワックス掛けを行っている施設が何施設あるのか教えてください。よろしくお願いします。
教育委員会事務局長。はい、体育館のワックス掛けにつきましては、小学校28校、中学校1校、体育館3施設で実施をしております。松岡議員。はい、では、ですね、松坂市の学校ではですね、昨年度に文部科学省の通知を受けるまでどのような対応をされていたのか、お聞かせください。よろしくお願いします。教育委員会事務局長。はい、その通知を受けるまでの対応ということでございます。この文部科学省の通知を受けるまでどのような対応をしてきたかということでございますけれども、事故防止の観点からは、小中学校の体育館につきましては教職員による日常点検等を実施しており、少しでも危険な箇所があれば応急的に安全対策を実施したり、またささくれや剥離した部分の床については張り替えるなど危険性の除去に努めてきたところでございます。また文部科学省から教育委員会への通知後には、速やかに市内の各小中学校へ同様の通知を行い、周知を図ってきたところでございます。これらの対応につきましては文部科学省の通知前と後と関わらず、学校施設の安全管理上日頃から取り組んでいるところでございます。以上でございます。松岡議員。はい、ありがとうございます。以前からですね、その蓄積された床へのダメージ等はなかったのかどうか、正しい清掃について、学校としてどの時点で、知ったのか、これについてもお聞かせください。よろしくお願いします。松瀬教育委員会事務局長。失礼しました。ご質問の件でございます。以前から蓄積された床へのダメージ等でございますが、経年による床の老朽化はある程度は出てきておるのが現状でございます。このようなことから近年では平成28年度に東部中学校、平成29年度には蒲田中学校の体育館床の全面張り替えを行っております。体育館床のダメージの要因でございますが、経年劣化によるものか、あるいはそのワックス掛けを原因とするものかは判断は難しいところでございます。体育館の木製床へのダメージで多いのが、例えば先ほども申し上げましたけど、バレエの支柱などの重量物で重たいものでその床を傷つけてしまうということ、あるいはその先ほども何回も申し上げましたラインテープでも強く剥がしたことによって、傷をつけてしまうというようなこと、剥がれてしまうというようなことで、そしてまた大雨時の雨漏りによるものなどというものが確認されておるというところでございます。すいません。それからですね、体育館の床の正しい清掃方法ということでございます。文部科学省からの通知で知ったところでございますけれども、これまでも学校の体育館につきましては、必要最小限のワックス掛けはしつつも、基本的にモップによる乾いたもので拭いておったということでございます。雑巾掛けといった水をですね、使った清掃は行っておらないということでございます。今後も不祥事故等が起こらないようにですね、体育館の適切な利用と、維持管理に努めてまいりたいと思っておりますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。松岡議員。はい、詳しくありがとうございました。松坂市としては、事故は起こってないわけでございますけれども、やはりその、掃除の仕方ですね、床の清掃の仕方、これの徹底をですね、しっかりとしていただきたいと、そういうふうに思います。体育館は基本的には飲食は禁止だというふうに思っておりますけれども、運動会でのその一部お昼休みの活用の仕方だとかですね、社会人の方のその学校の体育館を利用される場合、そしてまた災害時には、体育館を使用する避難生活ということが予想されますので、それらの人々へのですね、間違ったその方法での掃除をしないよう、そういった伝達をですね、しっかりしていただくこと、
まあ、この注意喚起の徹底をですね、しっかりとしていただきたいなと、そういうふうに思っています。まあ、体育館の木製の床をこう水拭きしてはいけないことをですね、多くの人が知るべきだと思いますので、徹底の方をよろしくお願いしたいと、そのように思いますのでお願いいたします。これで2項目目の体育館の床板の剥離による不祥事故の防止についての質問を終わらせていただきます。最後3番目なんですけれども、小児がん網膜が細胞腫の早期発見について質問させていただきます。小児の死亡原因の第1位は小児がんとなっていますけれども、年間発症数が少ないため、多くの医療機関では小児がんに対する医療経験が乏しく、適切な医療受診の遅れなどが懸念をされております。そのため早期発見に向けた住民への啓発が重要となっております。小児がん患者の小児がんの患者と家族は、発育や教育への対応など成人のがん患者とは異なる課題を抱えております。小児がんの発症数は年間に2000から2500人と少ないものでございますが、小児がんを扱う医療施設は全国に200程度しかなく、多くの医療機関で小児がんに対する医療経験の乏しい中、小児がん患者は適切な医療を受けられないことが懸念をされております。国では昨年より全国15カ所に小児がん拠点病院を指定し、質の高い医療の提供と相談体制の充実を図っております。ここでも紹介させていただきました、その網膜が細胞腫という目のがんの一種でございますけれども、すいません、初夏カメラをお願いいたします。すいません、ちょっと見にくいんですけども、すいません、ちょっと見にくいんですけども、目の図なんですけども、まあ、光がありまして角膜を通って水晶体、そしてこのガラス小視体のところで、ここに網膜がありまして、ここに反映されて目が見えるということになっているんですけども、ここの網膜のところのがんが、その網膜が細胞腫というがんの一種でございます。すいません、ありがとうございます。もう一回よろしいでしょうか。これはですね、子育て中の皆様へということで、こんな症状がお子さんに見られませんかということで、小児がんの細胞が、網膜が細胞腫の疑いがありますということで、電気の下、暗がり、写真などで瞳が白く見えたりする、また瞳が透明な膜に見えたりする、黄緑色に光って見えたりする、まれに斜視や弱視から発見される場合がありますということで、以上の症状があった場合は眼科ですぐに眼底検査を受けてください。網膜が細胞腫は性別、人種、地域に関係なく、約1万5千人に1人の割合で6歳くらいまでに発症する目のがんですということです。以前はですね、春になる前 の健康センターにはちょっと問い合わせをしたところ、こういったよく見たですねポスターが掲示をされていたそうなんですけども、現在の春のところではポスターが掲示されてませんので、この、網膜が細胞腫を持ったお母さん方はですね、とにかくこの病気を知ってほしい、そういったことが第一番目に今取り組んで見えることらしいので、ぜひとも今の現状の春におきましてもですね、こういった近いようなこういったポスターもですね、掲示の方をしていただければなと、そういうふうに思っております。はい、すいません、先ほどちょっと説明したんですけど、もう一回ちょっと説明させていただきます。小児がんの中には網膜が細胞腫という目のがんがありますと。発症は出生時1.5 万人から 1.6 万人に1人と少ないが、このがんは5歳までに 95% が診断されており、その多くは家族が子どもの目の異常に気づき受診に至っていると。素人でも病状に気づきやすい小児がんとも言えますと。腫瘍が眼球内にとどまっている場合、眼球を摘出しないで可能な限り残す方針で治療することが多いそうです。
そのためには早期発見が重要なことは言うまでもありません。網膜が細胞腫は白色瞳孔や斜視の症状が現れるので、これらを乳幼児検診でチェックできれば早期発見につながることができますということで、まず最初の質問なんですけれども、小児がんの早期発見のために、松阪市として今どのような取り組みを行っているのかお聞かせください。よろしくお願いいたします。小山健康福祉部長。小児がんはですね、小児がかかるさまざまながんの総称でございます。主な小児がんとしましては、白血病、脳腫瘍、神経芽腫、リンパ腫、腎腫瘍などでございます。議員おっしゃったように、日本では年間に2000人から2500人の子どもが小児がんと診断をされていますが、発見が難しく急激に進行して症状を生じる場合もございます。三重県では三重県母子保健健診マニュアルを発行し、乳児健診のポイントや乳児期に注意すべき疾患、健診時の保健指導や発達の遅れに対するアドバイス等、母子保健事業に関わる医師、保健師等が共通理解や連携を深めるマニュアルとして活用しております。マニュアルの中には、見逃してはいけない疾患として1ヶ月検診のポイントで、小児がんの一つである言われました網膜が細胞腫を掲げております。早期発見というふうなことでございますが、市ではやはりすべての子どもが乳幼児検診を受診するようですね、結果を把握し、未受診者への受診勧奨を行うとともに、必要な途切れない支援を実施しているところでございます。またですね、先ほど議員おっしゃられましたポスターの掲示でございます。それについては一度また検討をしてまいりたいと考えておるところでございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。先ほど部長の方からもですね、1ヶ月の検診ポイントでその小児がんの一つである網膜が細胞腫を掲げていると、そういうご答弁いただいたんですけども、よくよく見てみると、この1ヶ月のその検診のところでは、そういったこの網膜が細胞腫の検診という形でポイントでなっているんですけども、4ヶ月10ヶ月のところではこういったその目 その検査はされるんですけども、そのこういったその網膜が細胞腫という形では出てこないものですから、これ1歳6ヶ月も3歳 6ヶ月の検診も同じなんですけども、その保護者の皆さんのやっぱりその一番 その、今やられている活動の中で一番大事、もう最優先がやっぱりその網膜が細胞腫っていうのは何なのかを知ってほしいと、それが第一歩だというふうに言われてましたので、なんとかその1ヶ月は、そういう検診マニュアルの中に入ってるんですけども、この4ヶ月7ヶ月10ヶ月12ヶ月で1歳6ヶ月3歳6ヶ月、そういった検診の中のその乳幼児検診の中にもこの網膜が細胞腫の名前をですね入れていただいて、検診をしていただきたいなと、そういうふうに思っています。すいません。続いて、乳幼児検診のその医師検診アンケートの目の項目に、白色瞳孔を追加すべきと考えますけれども、ご見解をお聞かせしていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。小山健康福祉部長。網膜が細胞腫はですね、1万5000人から2万人の出生に1人の頻度で、日本では年間70人から80人の新規発症例があります。平均発症年齢は18ヶ月、5歳までに 95% が発症します。で、全体の 40% が遺伝性で、1歳までに多くが診断され、残り 60% は非遺伝性で2歳から3歳にかけて発症いたします。初発症状の頻度に白色瞳孔、これが 60%、 斜視が 13%、 結膜充血が 5%、 視力低下が 2% となっており、スクリーニングとして乳幼児検診時、眼球に光を当て異常反射がないか確認をし、目の異常がないか医師がチェックをいたします。現在乳幼児検診のその問診項目や
診察所見には目の異常についての記入欄はございますが、白色動向の追加ということにつきましてはですね、これは小児科医の意見も聞きながらですね、今後研究してまいりたいと考えておるところでございます。松岡議員。はい、ありがとうございました。まあ、現在 の、 その乳幼児健診の項目の中には、その所見項目や所見の中にはその 目の異常の記入欄はあるけれども、その白色動向の追加についてですね、医師先生の意見を聞いていただいて、まあ、なんとかですね、 これに追加をしていただいて、 この網膜が細胞腫のね、広く周知していただいて、その早期発見へつなげていく、ようにしていただきたいなと切にお願いしたいと思います。すいません、子どもの目のがん、その網膜が細胞腫の早期発見を目指す、親御さんたちが出している冊子があったので、ちょっとコピーをしてきたんですけども、やはりさっきも言いましたけども、保健師さん、小児科医さんにこの病気を、知ってほしい、これがまず最初にきます。そして乳幼児検診、今も同じなんですけども確認になるんですけども、乳幼児検診を担当している保健師や小児科医の皆さんに対して、この病気の教育を徹底してほしいと、この病気の教育を徹底してほしいということです。で、2番目なんですけども、まあ、母子手帳への病名も記載してほしいということで、まあ、母子手帳もその眼科についての欄はあるんですけども、病名の記載というのがありませんので、なんとかその母子手帳への病名も記載してほしいとありました。そして、なんでその早期発見することが大事なのかという部分のところで3点挙げられておりまして、早期発見することの重要性ということで、1点目なんですけれども、早期に発見をすれば眼球を摘出せずに治療ができること、そして2点目は早期であればあるほど治療の選択肢が増えるため負担の少ない治療法を選べることができるということであります。そして3番目の理由としまして、転移の危険性ということが言われております。網膜が細胞腫の5年生存率は約 93% で、生命の危険性はそれほど高くありませんと。しかし、眼球壁を越えて脳転移を生じたら1割も助かりません。つまり、腫瘍が、眼球内にとどまっている、早期のうちに発見し治療することが大切なんですというような形でまとめられております。まあ、本当に数は少ない病気なのかもしれませんけども、なんとか松坂でもこういった、網膜が細胞腫のその周知の徹底といいますかね、広く知っていただいて、本当に早期発見できる仕組みといいますか、そういったものを作っていただきたいなとそういうふうに思っております。すいません、7分ぐらい時間余りましたけども、以上で一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。